大熊座という星座についてやってみようと思います。よろしくお願いします。この大熊座はですね、北天の星座というものでございまして、北天の星座っていうのは定義、なんとなくの定義っていうのは、ギリシャから見て一年中沈まないエリアのところ、星座を、北天の星座と言っております。一年中見えるね、見えるんですけど、特にこれからの春のシーズンに、この大熊座というのは一番高い、ところに見られるね、見やすいという感じでございます。この大熊座というのはですね、トレミーの48星座に含まれていまして、ということはもう2世紀には、プトレマイオスさんがこの星を認定しているという感じの古い星座、老舗の星座なんですが、大熊座っていうね、名前よりも皆さんもご存知の方は北斗七星です。北斗七星っていうのは、大熊の、腰の部分から尻尾の部分までなんですけど、これがね、柄杓の形に綺麗に並んでて、柄杓だとかスプーンっていうような感じで、いろんな国で、神話だとか伝承だとかに言われている星の並び、アステリズムでございます。何がね、この北斗七星ってすごいかっていうとね、見事に二等星の星がほとんど6個。二等星。一番暗い星も三等星だから、非常に見つけやすいということなんですよ。この北斗七星のベータ星とアルファ星を、このね、距離を5つ、伸ばしたところに、ちょうど北極星のポラリスというものがございます。でね、このポラリスっていうのは、ほとんど動かない北極の軸にある星なんで、古くから航海だとか、こっちが北だって夜になるとわかるっていうのは重要な星だったんだけど、春から夏にかけてはこの大熊座の北斗七星。で、秋から冬にかけてはカシオペア座で、見つけるっていうことだって。で、この北斗七星の星を順番に一つずつ、見てみたいと思いますけど、まず、アルファ星のドゥベイと言います。ドゥベイ。それから次が、ベータ星のメラックと言います。で、次、ガンマ星のフェクダ。それから次、四つ目のガンマ星が一番暗い星なんだけど、メグレズって言います。それから、イプシロン星のアリオト。それから、ゼータ星のミザール。それから、イータ星のアルカイドっていう星並びになっています。で、ちなみにね、このね、ゼータ星のミザールっていうのは、すぐ近くに連星でね、四等星のアルコルっていうのがあるのね。ゼータ星のミザールとアルコルが一つに見えるか二つに見えるかっていうので、アラビアの、兵士の視力検査に使われたっていう。だから二つに見えると合格っていうような感じで使われたっていうことなんですけど、これね、未だにね、見かけ上の二重星なのか、それとも引力圏に接近している、実際に接近している連星なのか、未だに解明されていないということで。で、ちなみにね、北斗七星っていうのは、お子さんに教えるときはどういうふうに教えるかっていうとね、おくまのしっぽ。で、ちゃんとね、しっぽのしのとこのちっちゃいつ、これがね、さっきの二重星のアルコルっていう感じで、ここまでうまく また面白いのが、大熊のこの前足と、あと、後ろ足、両足ね、部分が、この爪の部分が、綺麗にね、二つの星が並んでるの。だから、ポチポチ、ポチポチ、ポチポチって感じで並んでて、本当に綺麗な星並びなんです、大熊座っていうのは。では、次に、星雲がね、たくさんあるんで、それも紹介したいと思いますね。まず一つ目はね、M97 の、フクロウ星雲って言われてるものなんですけど、これね、なんでかっていうと、フクロウの顔そっくりなんですよ。これもフクロウだって言われれば、フクロウにしか見えなくなってるから。で、次に M81 星雲ね。これが渦巻銀河って言われるもので、渦巻銀河って我々住んでる銀河系と同じなんですけど、私たちの住む銀河系がよりもちょっと小型の渦巻星雲で、これがね、綺麗に渦巻きに見えるんですよ。その隣に M82 星雲っていうのがあるんですけど、こっちはね、不規則銀河、または、棒渦巻銀河と言われています。で、これはね、この不規則のちょっと歪な形になってるんだけど、これどうしてかっていうと、実はね、至近距離に先ほどの M81 星雲があるわけですよ。で、この M81 星雲にね、接近されたために、スターバーストって、
というものが起きて引き裂かれて起こったスターバースト銀河と言われています。スターバーストっていうのは何かっていうと、近くに非常に重い、この質量がある物体だから、まあ、この場合は M87 なんだけど、その重力の影響によって非常にたくさん星が一度に生まれた状態をスターバーストっていうんですけど、もっとすごいものがあって、ツインクエーサーっていうものがあるんですよ。クエーサーがね、近い距離に2つ並んでるの。だからどうなるかっていうと、これツインクエーサーってクエーサー自体が非常に質量が大きいものなんで、レンズ効果っていうものがあるんですよ。どういうことかっていうと、光も強い重力場があると曲がっちゃうわけなんで、それがね、アインシュタインの一般相対性理論では、こういうね、重力レンズ効果っていうのがあるよって言われてたんだけど、それを初めて観測で実証できたのが、この大熊座の、ツインクエーサーなんですよ。うん。それからもっとね、面白いものがね、GN の Z11 っていう天体があるんですけど、これは地球からの距離が最も遠い天体と言われています。距離としてはね、約320億光年の彼方にあると言われてて、こういうふうに、綺麗な渦巻きに見える M81 星雲だとか、最も遠くにある、銀河っていうものが、どうしてこうやって大熊座に固まってるかというちゃんと理由があって、大熊座っていう星座は、銀位が高いところにあるの。つまり、銀河系ってこうあるでしょ？平面であって固定渦巻きあるけど、その銀河の面から外れてるところにあるものは銀位が高いって言われるわけですよ。その銀位の高いところに大熊座があるわけね。だから、銀位の低いところ、要するに銀河系の面に近いところは、銀河系の星に遮られちゃって、そこの銀河系の外にある星雲とかなんかが見えにくいの。だけど銀位が高いところは、銀河系にある星が ほとんどないから、だから、もうストレートに、その、星雲の形が地球で観測できる。では次に、お楽しみのギリシャ神話に行きたいと思います。では、ちょっとここでね、飲み物飲ませてください。少々お待ちください。はい、ありがとうございます。お楽しみのギリシャ神話に行きたいと思うんですけど、ちょっとここでね、私から、良い子の皆さんへお願いがあります。うん、こっからのね、ギリシャ神話ね、今回のは実は、結構ね、大人の話なんですよ。なので、良い子は、ここで、お布団に入っていい子で、おねんねしてくださいね。うん。あとね、お子さんが知らなくてもいいギリシャ神話ってあるんで、それ今日やるから、大人になってからこの、この動画を見てください。ということで、大人のギリシャ神話行きたいと思います。うん、お楽しみによろしくお願いします。まずね、このね、大熊座っていうのは、ニュンペイ、要するにね、下級女神だね。下級女神のカリストの姿なんですよ。なんでって、この女神なのにどうして熊の姿になってるのって話なんです。っていうか、これね、このライブ配信を古くからこのシリーズご覧になってる方はわかると思うんですけど、カリストって、木星の周りに回ってるガリレオ衛星の衛星の一つなんですよ。ここにまたね、貼っておくんで、ご覧になってない方、ぜひご覧いただきたいんですけど、このカリストちゃんのね、物語ってなかなかね、結構ね、あんな感じなんです。大人な感じなんです。まずね、このアルテミスの従者なんですよ。アルテミスっていうのは、狩猟と月の女神なんですけど、ゼウスの娘ね。このアルテミスの従者の一人が、このカリストちゃんなんです。カリストちゃんはね、カリストちゃんで結構、ってかすっごい美人で可愛い子なんだけど、男性のこと、見ないの。てか恋愛もしないの。っていうかね、言っちゃうとね、アルテミスお姉様のことが好きだったの。つまり、もっと噛み砕いて言っちゃうと、カリストちゃんっていうのはね、レズビアンなんです。でね、ビアンだね。で、アルテミスお姉様も、ね、実はね、ビアンなのね。っていうのも、アルテミスはね、カリストちゃん以外に、例えば、プレアデスってわかります？スバル、日本語ではスバルなんだけど、プレアデス7姉妹もアルテミスさんの従者、付き人なんですよ。つまり、アルテミスさんは、ビアンのハーレムを作ってるわけですよ。こういうふうにね、言ってみればね、ハーレム作る人っていうのは、大体ね、
まあ、男っぽいわけでしょ。だって、狩猟も狩りもするから男っぽいじゃないですか。要するに、アルテミスさんってね、タチさんなの。もうわかるでしょ。ビアのタチさんなの。で、もう、羊わかるでしょ。カリソちゃんっていうのはね、猫ちゃんなの。だからね、お子さんに出てほしかったのね、この話したいから。で、だから、カリサちゃんとしてはもうね、アルテミスお姉様も、もうことが大好きで大好きで仕方がないんだけど、そんなね、いろんな他にジュージェさんもいらっしゃるし、私は本当にアルテミスお姉様のお世話再生して、ね、させておけばいいんです、近くに置いて、ね、もらえればいいんですと思って、いつまでも憧れのお姉様の、見ていたいなっていうような、この乙女猫ちゃん心だったわけなのね。そしたらね、ある時、全能の神ゼウスがカリストちゃんのこと偶然知っちゃって、カリストちゃんすっごい可愛くて美人だから、ゼウスまたいつものように一目惚れしちゃうわけですよ。ね。で、それだけど、カリストちゃんってビアンっていうこと知ってるから、ね。だからゼウスさんどうしたかっていうと、なんと、娘であるアルテミスに化けるわけですね。アルテミスに化けてカリストちゃんを口説くんですよ。ねえ、カリストちゃんいつも、私のお世話をしてくれてありがとう。カリストちゃん、今夜はお姉様と一緒に遊ばないかしら、みたいな感じで、ゼウスね、アルテミスに化けたゼウスがカリストちゃんのところに行って口説いちゃうわけ。そうすると、カリストちゃんとしては憧れのお姉様に言われちゃったから、憧れのアルテミスお姉様にそんなこと言われちゃったみたいな感じで、どうしよう、どうしよう。だけど、お願いしますっていう感じで、もちろんね、OK するよね。ということで、カリストちゃんは念願のね、アルテミスお姉様とことを果たしちゃった。と思ったんだけど、そこでゼウスが、ゼウスです、実はゼウスです、なんてこう、現れるもんだから、カリストちゃんとしては、ビアンだから、男性に抱かれちゃったの？みたいな。みたいな感じになっちゃったわけです。この時点で、全国のもうビアンの皆さんわかると思うけど、これ大反則なんだわ。MTF ビアンのゼウスさんに抱かれちゃったもんだから、これ先に言わないと大反則なんで、っていう感じで、ここまでで済めばよかったっていうか、ここまででもよくなかったんだけど、ね。ね、どうなっちゃったかっていうと、ゼウスさんの子供を身ごもっちゃったわけなんですよ、このカリストちゃん。ありえないじゃないですか、ビアンとしては。ね。というか、もうそもそも、アルテミスお姉様の従者になるときに、アルテミスお姉様と、ね、男性とは、何もしませんっていうような感じの約束をした上で、アルテミスの従者になってるわけですから、ね、アルテミスとしてはもうね、カンカンなわけですよ。ね。で、これね、最初はね、カリストちゃんね、黙ってるの。なんだけど、ちなみに、今、チカ子は我慢してライブ配信をしてますが、ものすごい自信です。自信です。わー、これすごいわ。ちょっとね、もう地震が、大きい地震が起きてるって時点で、このスタジオがどこかが、もう分かっちゃうと思うけど、かなり揺れてるわ。ちょっとね、わあ、ちょっと気持ち悪くなってきた。船酔いみたいになってきた。なんかね、実は、これね、スピリチュアルの世界で、近々地震が起きますって言われてたんで、覚悟してたんですけど、まさかこのライブ配信の最中に、それもこのカリスマちゃんの話をしてる最中で、こんなちょっと気持ち悪くなるような、ちょっとこれちょっと船酔いだわ。あ、収まってきた。かなり揺れてましたね。震度3か4ぐらいありそう。な感じの、ちょっと頭フラフラしてきて、ちょっと気持ち悪いな。これこんな放送事故あり？みたいな感じだけど、ちょっと頑張ります。ちょっとせっかくっていうのも、なんでこのオオグマ座やったかっていうと、このカリスちゃん物語をやりたかったからやってたもんなんで、近くはちょっと気持ち悪いけど頑張ります。よろしくお願いします。ということで、どんどん大きな声出して、この酔いを覚まそうと思います。
ということでどこまで行ったかな。そうだね。どうやって発覚しちゃったかっていうと、妊娠がね、夏の暑い日に、やっぱり狩猟狩りに行ってるんだけど、アルテミスがね、やっぱりその付き人の皆さんが一緒に狩りに行こうともしてるわけ。で、そうすると、夏の暑い時だから、ちょっと暑くなってきたね。みんな、じゃあ、ちょっとさ、女同士でみんなで脱ごうと。沐浴しようと、あそこの泉行って、沐浴しようよって言って、みんな脱いでって。うん。で、まあね、アルテミスさん美男だから見たいっていうのもあるし、みんな脱ごうっていう話になって、はい、みんな脱いでって言って、だからそのね、もう従者の皆さんはアルテミスお姉様のが脱ぎなさいの指令だから脱ぐしかないじゃん。で、そうだけどね、ちょっとね、カリスタ拒んでたの。ちょっとお姉様、ちょっと今日は、ダメな日なんで、みたいな感じで拒ってたから、いいよ、ダメな日でもいいからって言って、脱ごって言って、脱がされちゃったのね。そうしたら、あれ？ちょっとあなた、それお腹大きくないって話になって、だからやっぱりもうバレちゃうわけじゃないですか。それで、これどうしたのあなたって、だって、私の付き人になるって言った時点で、そういうふうに男性と何もしないって、ちゃんと、ね、バージンのまま過ごしなさいって約束で、この従者やってての、これどういうことなのあなた誰の子なのって言って、いう話になっちゃったの。でも、もうこれしょうがないって、もうカリストちゃんとしてはもうお姉様に謝るしかないって、すいません、お姉様ごめんなさい。実はゼウスさんにお姉様の姿に化けられちゃってっていうような事情を説明したんだけど、アルテミスとしては、いや、もう余計怒っちゃった、問答無用って、もうそんな私の姿にね、で化けたと言っても、あなただってことを果たされてる時になんとなく感覚でわかるでしょみたいな話で、もう波紋になっちゃったわけ、カリソちゃん、追放って、あなた追放ってなっちゃったわけ。でね、これで追放なるだけだったらよかったんだけど、この後ね、その男の子をね、出産するわけ。で、男の子っていうのがね、アルカスっていう子なんだけど、ね、アルカスを産んだ時点で、ね、これまたさ、すぐに噂がゼウスの奥さん、ヘーラーに伝わるわけですよ。そうするとね、こうもう明らかに、ね、アルカス君さ、ゼウスの顔なんだわ。ゼウスの顔だから、もうヘーラーとしては、これだってこれゼウスまた浮気したみたいな話になって、でもお母さんこれもうすぐにカリストってわかるから、カリスト、あなたこれゼウスと、私のゼウスはあなた、ね、寝とったのみたいな話になって、まあ、寝とったんじゃなくて、実際にはカリストとして本当にこれ災難で、そこでヘーラーどうしたかっていうと、あなたなんか、熊になっておしまいっていう魔法をかけられちゃって、熊にされちゃった。それがこの大熊座の姿なんですよ。どうしてね、この熊の姿にされたかっていうと、まずね、カリストちゃんっていうのは、おちょぼ口で、ちっちゃいお口が可愛かったの。だから、耳まで裂けてる口になった。あと、白い肌だったから、白い肌じゃなくて真っ黒な、ね、毛のね、毛むくじゃらの、熊にしちゃえ、みたいな感じで、ヘーラーが熊にしちゃったわけ。で、これでね、カリストちゃんとしてまたこっからね、悲劇が始まるんだっていうのも、心は乙女。だから、ね、猛獣の住む森に住んだとしても、他の猛獣が怖くてしょうがない。で、あと、狩人に狙われるわけ。ハンターに。ね。だから逃げなくちゃいけないみたいなことで、もうね、もう友達、ってか、猛獣の友達もできるわけないし、ハンターに狙われるわけだし、本当に寂しい生活を、危険な生活を何年も過ごすわけ。でね、そうすると、十数年後に、立派な青年になった息子のアルカスと出会うわけですよ。でもそのアルカスがね、狩りをしている時に出会っちゃうんだわ。カリストとしては我が子がいるから、ああ大きく育ったってもう抱きしめちゃいたいと思って近づいていったら、そうしたらアルカスから見ればクマが迫ってくるわけだから、槍で突こうとするわけで、そこをゼウスが見てて、あ、ダメだダメだって、それはあなたのお母さんだよってことで、ゼウスが急遽魔法っていうかね、天にあげる魔法をかけるわけ。それで天に上がったのが大熊座なんですよ。で、同時にね、このアルカスの方も星座になるんだけど、これちょっと後に置いといて、ここでまたさ、ヘーラーがそれ見てて、なんで私の
夫を奪ったあの浮気女が星座になっちゃうのってことで、これちょっと悔しくないっていうことで、納得いかないから、海の神であるテーテュースとね、あとね、オーケアノスっていう海の神様に頼んで、海にカリストが降りれないようにしちゃったの。休めないようにずっと寝させない作戦。またヘーラ意地悪だね。ずっと寝させない作戦をするわけ。それで、北天にやって、地平線の下に沈まない星座になったっていうギリシャ神話なんです。さてね、ここでね、さっきのアルカス君、ゼウスの手によって同時に星座になったの。ということで、皆さん、どんな星座になったと思いますか？どうですか？そうです。子熊座ですね。でも違うんです。実はね、子熊座が大熊座の子供であるっていうのは、日本で解釈されてるギリシャ神話で割とメジャーなんだけど、本家のギリシャの方というかね、日本以外の国では、子熊座の子熊っていうのは、大熊のカリストとは赤の他人と言われてて、実はね、そのアルカスのが星座になった姿は牛飼い座って言われてるんですよ。で、この牛飼い座っていうのはね、私がちょっとひいきしたい星座なんで、私としてもアルカスは、牛飼い座に、なったっていう方の説をしたいんですけど、どうしてね、私が牛飼い座をしたいかっていうとね、アルクトゥールスって星があるからなんだけど、これまたね、そのうちのライブ配信でやりたいと思います。ここでね、ちょっとおかしなことがあるんですね。さっきのアルテミスの付き人でプレセアデス7姉妹っていうのもいたじゃないですか。でね、プレアデス7姉妹って、やっぱりね、アルテミスお姉様の周りでは貞操を誓ってる感じなんだけど、実はね、7姉妹中の6姉妹は、男性の神様と結婚して子供を儲けるんですよ。ね。だから、全然ビアンじゃないんじゃないかと思うんだけど。ね。ということは、さぞかしアルテミスお姉様にまた破門されたり、叱られたりしたんじゃないかと思うんだけど、そうじゃないの。プレイダース7姉妹は叱られてないし、破門もされてないの。だから、カリストちゃんだけ怒られちゃった。ということで、これはどういうことかなっていうと、やっぱりね、アルテミスお姉様のお気に入りだったんだと思うんですよ、私としては。だから、いつかは、可愛いカリストちゃんを私が、ね、喜ばせてあげるみたいな感じの風に思ってたと思うの、アルテミスとしては。それで、ね、皆さんね、いちごショートケーキ食べるときに、いちご最後残しとくでしょ？あんな感じで、カリストちゃんいちごを最後に残しといて、ケーキから先に食べてたよ。アルテミスお姉様としては。で、最後にいちごを食べようかなと思ったら、横からひょいっとね、ゼウスがフォークでさ、いちごを刺して食べちゃったみたいな感じだから、ああ、私のいちご食べたみたいな感じになっちゃって、でも、ゼウスさ、父がね、アルテミスのお父さんだから、ね、ゼウスに対して文句言うわけにいけないから、いちごに対して、いちごなんであんたゼウスに食べられたんだって、口からポロッと逃げなさいよみたいな感じで、アルテミスはね、カリトストのことをもうほとんど逆恨みだよね。だからもっと早くね、ちゃんとね、自分の彼女にしてればよかったのにと思うよね。理不尽だよね、これね。だけど、ここでね、話終わらないんです。もっとね、理不尽なことあるんだ、これがね。だから、もしね、このライブ配信ね、のね、ビアンの方、特にね、猫ビアンの方いらっしゃったらね、ここで、この話、こっからね、耳塞いだ方がいいかもしれないってすごい話しますよ。っていうのもね、何かっていうと、実は、アルテミスさん、アルテミスお姉様ね、この後ね、男性とね、恋愛するのよ。これね、恋愛の相手が同じく狩りの、達人のね、オリオン座のオリオンなの。でね、これありですか？どうですか？だって、ね、アルテミスね、自分カリストくんって大好きだったのに、オリオンね、男性とお付き合いしたいなんて、これだってビヨンじゃなくてあなたバイセクシャルじゃないの？みたいな感じでしょ？これバイセクシャルだよね？バイだよね？
そうしたら、ビアン語っててバイセクシャルだったってすっごくこれ怒られますよ。ビアンの世界の中では。だからね、ゼウスもゼウスで、MTF ビアンで、騙し討ちでカリストちゃんと事を果たした、この父も父だけど、娘のアルテミスも、ね、カタリのビアンだったって、これどうよみたいな感じで、親も親なら娘も娘だっていうことで、ちょっと近くちょっと許せないですよ、これ。っていうことで、まあ、こんなね、大人のギリシャ神話やってるライブ配信もないと思うんだけど、ちょっとここで、全国のね、皆さん、ちょっとビアの皆さんっていうのはいろんな事情があって、結構ね、ナーバスなところあるんで、くれぐれもいろんなところは、ちょっと考慮してあげてくださいませ。特にね、このカリストちゃんみたいな、猫ビアンちゃんは、本当に傷つくポジションにいるから、くれぐれも大事に扱ってあげてくださいということで、何の的かわかんないんだけど、そろそろピアノ弾いてみたいと思います。ということで、ピアノはもうね、ここまで来たらカリストちゃんのテーマにカリソちゃんを宿して弾いてみたいと思います。よろしくお願いします。もうやけっぱちだね、私ね。よろしくお願いします。Thank you.